ことのハーカネの60秒散歩第20回は埼玉県秩父市秩父郡横瀬町にまたがる県内最高峰武甲山。今日はいい天気、1304メートルを登りましょう。頑張るぞ。今回の行程は秩父鉄道裏山口駅から出発、いわゆる裏ルートなので人気もない家、道中ややしんどい勾配が続きます。さて、やはり武甲山といえば全国屈指の良好な石灰岩の鉱床があることで有名。山体に見える白い岩石、遠くに響く採掘の機械音からはここが石灰岩の山であることを痛感させます。サクサク登り始めて3時間半、武甲山山頂へ到達です。遥か彼方にそびえる関東山地の美しい峰々、この光景を目にしただけで充実した満足感を得られました。表ルートを下ると巨大な石灰工場が。この山を自分が登り切ったのかと感嘆するとともに、改めて石灰産業の重要性が身に染みました。乾燥した感想ですが、初心者にちょうどいい難易度で気軽に楽しめました。都心からのアクセスも良好、おすすめです。以上、ご視聴ありがとうございました。